こんにちは、こんばんは、富士そばロリータです。今宵もニッチな富士そばワールドへようこそ。普通の富士そばの話題じゃ物足りない、そんなあなたのためのチャンネルです。今回も濃い話題で盛り上がっていきましょう。今回も品川店の話題です。品川店ではカレーラーメン、ほうれん草ラーメン、ピリ辛鶏ネギ醤油ラーメン、旨辛豚肉ラーメンというラーメン4種が発売されましたが、この4種にどのようなトッピングをしたらより美味しくなるのか調べてみたのでご紹介します。まずピリ辛鶏ネギ醤油ラーメン、こちらは辛さが先行しすぎてしまうという問題点があったので、それを解消するため温玉をトッピングしてみました。こちらです。まろやかにはなるんですが、スープに温玉が溶けて、やはりまだ辛さが強かったです。ってことでこちらライスを一緒に注文しました。ライスの上にピリ辛鶏ネギを対比させ辛さを分散、そうすると先行していた辛みが半減され、いい感じに美味しく食べられました。続いて旨辛豚肉ラーメン、こちらにはとろろをトッピングしました。とろろはプラス180円なので、お財布に余裕がある時にやってくださいね。醤油ラーメンにとろろは富士そばならではのトッピングだと思います。醤油ラーメンスープととろろが混じり、のどごしよく、とっても美味しいです。とろろは一押しのトッピングです。醤油ラーメンととろろのトッピングが素晴らしいことに気づいたので、次はこちらをやってみました。ほうれん草ラーメンにとろろトッピングです。これも本当に素晴らしい。麺、ほうれん草、とろろの組み合わせは絶品。ほうれん草ラーメンはシンプルなので、いろんなトッピングと合います。例えばこちらです。ほうれん草ラーメンプラス揚げ玉。シンプルなほうれん草ラーメンに油が加わり、コクが出てとても美味しいです。ただ揚げ玉がスープを吸うので気をつけてね。次はこちら、ほうれん草ラーメンにきつねトッピング。こちらも間違いないですね。きつねの甘みが醤油ラーメンスープに溶けて、また新たな出会い、美味しかったです。そして最後に大鳥、カレーラーメンプラスコロッケ。まさに富士そばラーメン界の頂点に立つラーメン。醤油ラーメンベースにカレーをのせ、コロッケをトッピング。もう言葉で説明しなくても皆さんならわかると思いますが、醤油ラーメンスープとカレーを吸ったコロッケを食べると、そのうまさに感動します。ぜひ一度食べてみてください。今回は以上です。他にも良い組み合わせがあればコメント欄で教えてくださいね。ではまた。